リチャード・ディーン、リチャード・ディーン1653年6月2日は、新京都革命期のイングランド王国及び、イングランド共和国の軍人、議会派の支持者であり、陸軍で、砲兵隊を指揮、海軍司令官にもなった。イングランド王チャールズ一世の死刑執行令状に、署名した人物の一人でもある。エドワード・ディーンの息子として、誕生、1610年7月8日にグロスタシャーの、 ギティング寺院で受選。一家は熱心なピューリタンであり、イングランド内戦中はオリバー・クロムウェルの支持者だったバッキンガムシャーの多くの家族と関係があったとされる。また、1628年にロンドン市長を務めた同名のリチャード・ディーンは叔父、あるいは王子と言われる。初期の経歴は不明だが、船に乗り訓練を受けたと推測される。 第一次イングランド内戦勃発時は、議会派へ、砲兵隊指揮官として参戦、帰下の部隊は、軍の勤務を重ね注目されていった。1644年、エセックス博、ロバート・デバルーの下で、砲兵隊を指揮したが、ロスト・ウィシールの戦いで敗れて9月2日に、王党派へ降伏した。エセックス博は、 フィリップ・ステープルトン教へ送った手紙でディーンを正直で懸命で勇敢な男と書き、応答派のエドワード・ハイドからも大胆で優れた将校と高く評価されたディーンは幸福に関与した数少ない将校の一人となり、軍がニューモデル軍へと再編成された時は主官として編入、引き続き軍に勤務した。監査役に任命された後、 1645年6月14日のネーズビーの戦い、戦後に進められた司令官トーマス・フェアファクスのイングランド西部征服活動で砲兵隊を指揮した。また、同年5月にクロムウェルが長期議会からアイルランド軍の将軍に任命されるとクロムウェルから砲兵中尉に任命され忠実に仕えた。1648年に 第二次イングランド内戦が起こるとクロムウェルと共に、ウェールズ遠征、プレストンの戦いで右翼を指揮して、勝利に貢献した。同年の軍のロンドン占領、12月6日に、プライドのパージが起こった後、翌日の7日に略奪を取り締まり、庶民院議長ウィリアム・レント・ホール、トマス・ウィドリントンと共に、王国の未来に関する結論を相談しに向かう、クロムウェルに同行した。また、 チャールズ一世の裁判で判事を務め、死刑執行令状に署名した。1649年2月、ロバート・ブレイク、エドワード・ポパムと共に、ランプ議会から海軍司令官に抜擢、陸軍大佐のままで、ゼネラルアット・シーの称号を与えられ艦隊の指揮を取った。ディーンの抜擢には本人の指揮能力の高さが変われたが、彼が、 ジェントリ出身かつピューリタンであることも理由だったと、される。以後は、活動を海軍へ移し、ブレイク、ポパム、ウィリアム・ペンラと地中海などで、王統派の艦隊を率いるカンバーランド港ルパートの追跡に当たったが、1651年に海軍活動を中断され、少々として陸軍に戻され、第三次イングランド内戦における、ウスターの戦いに参戦した。 戦後スコットランドとイングランド共和国の和睦、続く合同例の委員会会長となり、陸軍と海軍の最高司令官にも選ばれた。同年に死亡したポパムの後を継いで、ジョージ・マンクが就任すると、ゼネラル・アット・シーとして1652年に海軍へ戻った。同年にブレイク及びマンクと連署で艦隊戦術準則を制定、単純人を用いた艦隊戦術を編み出す。 エーラン戦争中の1653年2月のポートランド沖海戦でブレイクと共に指揮を取り、艦隊改造と海軍改革にも尽力した。6月2日、ガッバードの海戦における初戦で戦死した。一体は初めぐりニッチで、ついでウェストミンスター寺院のヘンリー7世礼拝堂で国葬が行われ埋葬されたが、王政復古で墓から暴かれた。 abcdefgh この記述には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チザム、ヒュー、エド、ディーン、リチャード、インスイクロープディアブリタニカ、ナ・ケンブリッジユニバーシティプレス、p898、エンドノート、c ジョンバザースト・ディーン、ザ・ライフ・オブ、リチャード・ディーン、ab 小林、p486、若原、 P285 小林 P48P166P172P173 大西 P122P123 小林 P48 小林 P184P185 ありがとうございます。